DNRING 黄金樹への道、星さん。フロムソフトウェアが作った、ダークソウル系のゲームをオープンワールド作った感じのゲーム。デモンズソウルからすでにだいぶオープンワールドだったんだけど、エルデンリングでは、馬とか使わないと目的地にたどり着けないくらいは長くなったのぜ。うちらはファンじゃないシェアプレイヤーだからアレな発言だけど、マップを広くしてもやっていることもコンテンツ量も同じなら薄味になっただけなんじゃないのかって思っちゃったのぜ。単純に移動時間だけが増えた作品になっちゃうからね。シナリオは、ソウルシリーズ特有の、まん丸い月の下で、とか宇宙が膨張しているとかそんな感じで、シナリオに空白を作っておきますのでその空白にお好きに想像してねというやつ。この漫画の英断というかクソ激烈に人選のチョイスがベネな部分は横島健さんはすぐブレるというシュール系の笑いを得意とするリアル路線の作画もお上手な人族を作画担当にして、この作家に好きに遊ばせてあげているという点。このおかげでダークファンタジー風の救いのないシナリオが良い感じのシュールな笑いになるというスパイスに変換されており、横島健さんはすぐブレるの頃からの笑いのセンスだったり勢いは全く衰えていないし、むしろエルデンリングというダークファンタジーが笑いのレベルを一段上げている。ダックソファンだったら読まない方がいいかもしれない原作の世界観ぶち壊し漫画でありクソ面白い。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。